ぶんちゃん、お散歩疲れたね。今日月に1回のスペシャルおやつがあるよ。ね。早く、兄を吹いてから食べようね。疲れたね、お散歩。ビッグな目やにがついてる。兄を吹こうか。ぶちんびち、これ何？おやつだね。あっち行こう。あっち行こう、あっち行こう。あっち行見ておいで。くか。これなんだべ。おやつだね。で、これね、お薬って悟られたら終わりなのね。まだね、幸いなことに薬っていう言葉を覚えてないから、言っても問題ないんだけど。この中にはね、成形肉っぽい、お肉っぽいおやつが入ってて、その蚊が出る地域のね、ワンちゃんたちはみんなね、夏場になると、5月から12月あたりまで、毎月ね、このお薬、おやつを食べるんだけど。文 ちゃん、昔まではね、お薬タイプのやつを食べてたんだけどね、ほんと昔。意地でも食べなくなっちゃって、もう何をしてもね、ご飯に混ぜても食べなくなっちゃったから、おやつタイプを文ちゃん食べて。じゃ、開けたよ。ブブ、はい、おそりして。ブちゃん。おって。嬉しいね。おそりして、ブブ。おそりして。おかえり。適当だね。ブちゃん、お座りして。最後にハイタッチね。ブちゃん。ハイタッチ。はい、上手。はい、お座りして。キャッチだよ、ブブ。キャッチだよ。これ、もったいぶって食べさせるの。なぜなら、もったいぶって食べた方がね、何も考えずに飲み込むから。もったいぶらせないと気づいちゃうことがあるからね、たまに。これ薬では。ブキャッチ。ほら、でもったいぶらせると、あっという間に食べる。それ、ブちゃんゴミだよ。はい、もうないよ。はい、今年じゃなくて5月もごちそうさまだね。美味しかったね。また来月に楽しみに待っとけな。なんか昔まではね、ビスケット型も食べてたんだけど、ビスケット型だったかな？なんかもう一個おやつの違う型があって、それ気づいちゃったんだよね、途中で。あれ、これもしかして薬じゃね？みたいな。美味しかったね。ぐんちゃーん。あれ、刺したの。フィラリアおやつ食べたから、歯キレキレしようね。そういえば、ママがなんか突然新しい机買ってきて、でっけえ机。高さも変えられないし、移動もできないけど、なんか、重みがある、すごいいい机らしいよ。文太はよくね、下を秘密基地にしてる。潜り込んで。ねえ、ぶちゃん、歯磨きしようね。ぶちゃん、ソファー登って。ソファー登って。お利口さん。天才ドッグ。はい。あっという間だよ。お利口さんだね。うち支店だとこんな感じだね、いつも。今日はめちゃスマートに捕まえれたわ。いつもはダイニングキッチンのところで25周ぐらいしてる。はい。あ、お利口さん。お利口さんでした。